日本猫の小太郎ちゃんのレントゲン検査所見ですね。まあとにかくですね、痩せたんだけどこの子、とはいえまだ皮下脂肪がこんなにあります。でこれが胸で、心臓がこれです。心臓はかなり拡大してます。横向きで見てもこれが骨格です。そう、皮下脂肪。まあ心鋭はやっぱ大きく映ってます。ただ肺は綺麗です。気管も綺麗、横隔膜で、これが肝臓です。肝臓も普通はこれぐらいで上がってほしいんですけど、かなり取材から腹腔内脂肪もかなりあります。肝臓の下のここ腹膜までの距離、脂肪があります。お腹の中に脂肪があると内臓動機ははっきり分かりやすいんですけど、まあ、腎臓が1個きれいに見えてます。この大きさはまあ第二腰椎の2倍ぐらいが正常ですか。正常。膀胱におしっこあります。小腸、大腸にうんちがちょっぴりあると。あと頸椎、胸椎、腰椎、骨はきれいですね。で真正面の写真、ちょっと条件が足りないんでね、結構強く撮ったんですけどね、お腹の中に腸管のガスがあると。映ってる範囲内の骨はきれい、股関節もちょっとはっきり見にくいけど、まあきれい、正常範囲だと思いますね。レントゲンで異常かなと思うのは心陰影の拡大、それとあと皮下脂肪がちょっと多すぎると、腹腔内脂肪も多すぎるか、肝臓が主題しているというところですかね。で、まあ、問題はこの子は肛門の横が産んでて、まあ、脳葉が破裂したと。それが肛門腺脳破裂と絡んでるかどうかということなんですけどね、そこは問題です。はい、レントゲンは以上です。